空き場は日本の覆面レスラー。1991年、ユニバーサルプロレスリングに入門。1992年6月、デビュー前にユニバーサルプロレスリングが活動停止。7月、SPWF に入門。1995年10月13日、SPWF 茨城大会でアジアンクーガーとしてアジアイコンドルとタッグを組んで、対、 藤田とヨナリアンドコーチマサミツクミでデビュー。同日、コンドルとタッグチーム、アジアンエキスプレスを結成。その後、コンドルが SPWF を対談したため、アジアンエキスプレスは解散。1996年、SPWF を対談。1997年、コンドル、友やファントム船越しと共に、プロレス団体、ジパングを設立。 10月18日、北海道でジパングのプレ旗揚げ戦を開催。1998年3月、ジパングの旗揚げ戦を開催。9月、ジパングを退団。2003年、JD スター女子プロレスのコーチに就任。2006年10月、大阪プロレスと専属フリー契約を結ぶ。2010年9月4日、リングネームを空き場に改名。 2013年4月20日、大阪プロレスを対談。6月15日、道頓堀アリーナで自主工業、道頓堀プロレスを開催。9月1日、道頓堀プロレスをプロレス団体化して、道頓堀アリーナで旗揚げ戦を開催。ありがとうございます。